超融合発動、俺とユベルの魂を一つに。ヤクタンです。さあ今日は純正の仮面魔獣の下準備を使っていくデスガーディウスデッキです。そう、サブテラーではありません。これぞ純正の使い方や。しかもめっちゃ強いマジでデスガーディウスって言ったらバウンス以外に多分対処方法がないんじゃないかなってぐらいめちゃくちゃ強いです。はい。で、じゃあね、簡単にこのデッキ回し方です。まず、こちら仮面魔獣の下準備があることによって、仮面モンスターはね、勝手にデッキ外から出てくれると。でそれプラス、要するにこちらがね必要なカードって言えば、モンスター1体と、あとはこちらの、手札にデスガーディウスが必要といったような形になっております。だから、まずねデスガーディウスは3枚耐性、そしてデスガーディウスをサーチできるオクトロス、これも3枚耐性でやっています。でそれプラスね、今出ているんですがネオスフュージョン、ネオスフュージョンでコストにするカード1枚、これをよみがえるを選択することによって、仮面魔獣のコストがね毎ターン墓地から出てくるっていうような、非常にね仮面魔獣が相当出しやすいような構築となっております。で、相手はね本当にバウンス以外ではもうこちらにね、遺言の仮面をつけられるので対処の仕様がないんですよ。もうデスガーディウスを出されてしまったら、だからもうその相手はバウンスする方法を何かね、練ってくると思うんですよ。でもたもたしてる間にこちらエネミーコントローラー入れております。そう、デスガーディウスの効果ってフィールドから墓地に送られる場合やから別に破壊されなくてもいいんですよね。破壊されなくても効果を 使うことができると。だからデスガーディウスを自らねエネミーコント、おっとこれちょっと待ってよ、今フィールドの解説をしましょう。読み合いはね墓地から帰ってきたと。そして仮面魔獣の下準備は、ワンデュールね2回使えるんですよ。2回使えるんでもう1体デスガーディウスを効果で出していくことができると。そしてここでエネミーコントローラーを活用する、そしてエネミーコントローラーデスガーディウスを墓地に送ることなんで、デスガーディウスの遺言の画面に相手モンスター1体持ってくることができる。これ見てください、一気に相手2体体制で来たとしてもエネミーコントローラーを使うことによってモンスターを1体奪うと。で奪った後に遺言の画面で相手のもう1体も奪うことができる。本当にこのコンボがねめちゃくちゃ強いです。だからこれリミットにはもうエネミーコントローラー一択で、僕はいいと思います。確実にねこのエネミーコントローラーかなり合います。で、それプラスこのディスガーディスを出していくにあたって、仮面魔獣モンスターとあともう1体ねモンスターが必要なんですけど、そのもう1体必要なモンスターっていうのも結構肝ですっていうのが今手札の右から2番目、これねサイコエースというモンスターなんですが、このカードがリリースされた場合にフィールドのカード1枚を選択して破壊する。これモンスターに限らないんですよ、相手のバックでもいいんですよ。さあということで、早速ねそのコンボ使っていきましょう。サイコエース出す、そしてスキルで仮面魔獣の下準備、仮面モンスターを出す、そして手札からディスガーディスを出す、そしてリリースされることによってサイコエースの効果と相手の、ね、バックを1枚破壊することができる。全然、ね、モンスターでも破壊できます。はい。で破壊していくとこれね、軽く3300のバウンス以外では相手のモンスターを奪っていくことができる最強カード、デスガーディウスの爆弾だぜ。さあ相手はバリナイバリナイが来たんで、何をされるかちょっとよくわかんないんですけど、こっちねなんせエイミングコントロールあるんでかなり悠長に堂々と、振る舞っているといったような状況です。でネオスフュージョンで基本的には、蘇るを送るんでいいと思うんですが、手札にデスガーディウスがない場合はオクトロスで召喚権を使って、フィールドのオクトロスを、融合素材にしてネオスフュージョンを使っていくことによってデスガーディウスの、ね、サーチもできるので、それも非常にいいかなと思います。で、今ね送ったのはサクリボを墓地に送りました。サクリボを送ることによってさらにね、はい、これサメンダーありがとうございます。さらにモンスターの破壊耐性、戦闘破壊耐性もついちゃうっていうね。でしかもこれごめん、もうめっちゃ言うわ、めっちゃ言う、もうすっげえ面白いわこのデッキ、めっちゃ面白い。このリリースする効果でサイコエースが非常に優秀だっていうことをさっきね、言ったと思うんですが、これねサクリボもかなり優秀ですっていうのが、サクリボをリリースした場合にですね、こちらで1枚ドローすることができるんですよ。
でさらに作り部は墓地にいることによって戦闘破壊耐性をモンスターにね一個つけることができるので、もう要するにネオスフュージョン代わりみたいな話ですよ。それをデスガーニュースにも全然使っていけるっていうような万能の、ネオスフュージョンが、できちゃうっていうような話になってくるんですよね。 OK です。そういうことです。要するにそういうことです。でこれね、スキル仮面魔獣の下準備を使っているんで、遺言の画面ね1枚だけデッキに入れております。これ遺言の画面が、来た時、手札に来た時は使わない、遺言の画面の効果は使わない。遺言の画面の効果はデッキに、ね、遺言の画面を戻すことができるといったような効果なんですよ。でデスガーディスはデッキの遺言の画面を相手につけるんでデッキにないといけないんですけど、今回仮面魔獣の下準備を採用していることによって、仮面魔獣モンスターを出す時に、どうしても、ね、手札1枚をデッキに持つ必要があるんで、その例を、遺言の画面を戻すことによって、無駄なくね仮面モンスターを出していってもらえればと思います。さあ、おはじさん、これは自殺行為か、自殺行為だよな、墓地のモンスター、うん、さっきね、サイコエースで、1体、とかぶっ飛ばしとるし、エンジンでできても大丈夫です。はい、これ大丈夫です。二刀流、警戒していきましょうということで、モンスター一体体制で破壊していきましたということで、この後は、デッキ解説、ヒッチカードの解説の方をさせていただきます。ぜひね最後まで見ていただきたいんですが、この辺りで、ぜひ高評価とチャンネル登録していただければと思います。それでは後半のヒッチカード紹介もぜひ引き続きどうぞ。ガチャヤグタウンです。さあということで、今回の純正仮面魔獣の下準備デッキいかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ強い。マジでデスガーディスって言ったらバウンス以外に方法ないです。仮にバウンスされたら、まあそれは突っ込まんといてもうマジでな、そうなんよ、ウェブホースとかな、すっごい天敵です。勘弁してほしいよな、まあ、まあまあまあということで、今回のデッキの必須カード3枚ピックアップ。さあということで出ました、ポンが出ました。ところで必須カードの1枚目はもちろん仮面魔獣デスガーディウス、このモンスターです。このカードは通常召喚できません。仮面呪術師カースドギュラーメルキド四面獣のうちいずれかを含むジェムフィールドのモンスター2体をリリースした場合に特殊召喚できる。1、このカードがフィールドか墓地に送られた場合、相手フィールドの表が表示モンスター1体を対象として発動デッキから遺言の仮面1枚を装備カード扱いとして対象のモンスターに装備するということで、火力はね3300収録2500と非常に高火力モンスターの上に、破壊された時のね相手のモンスターを奪うという効果、これもね合わせて使っていけるので本当に非常に強いモンスターです。で、さらにこれも本当にスキルのおかげで相当出しやすいんですけど、仮面魔獣のね、下準備を使うことによって、仮面モンスター、先ほど言った、カースドギュラと四面獣、うん、この2体を出していくことによって非常にね本当に出しやすい。でそれプラスこれね、蘇るが毎回ね墓地が返ってくるんで、そのうちの、1体仮面魔獣プラス蘇るでそこね出していけるっていう、このデスガーディウス本当に出しやすい、強い、もう言うことなしでした。うん、はい、ということで、必須カードの2枚目はこちら、エネミーコントローラー。これもねデスガーディウスめちゃくちゃ合うんですよ。エネミーコントローラー速攻魔法カードです。相手フィールドの表が表示モンスター1体対象とシャーその相手の表が表示モンスターの表示景色を変更。これね、相手を攻撃止めたいときはこっちを使っていってもいいんですが、2つ目の効果はこちらの方がたくさん使うと思う。自分フィールドのモンスター1体をリリーし、相手フィールドの表が表示モンスター1体を対象とし、その表が表示モンスターのコントロールをエンドフィールドまで得ることができるということで、このね、エネミーコントローラーの2つ目の効果を使うことによって、デスガーディウスをリリースして相手モンスターを奪うんですよ。で、このね、デスガーディウスの効果がフィールドから墓地を送られた場合なんで、全然ね、エネミーコントローラーでも適用されます。フィールドから墓地を送られた場合、相手フィールドの表が表示モンスター1体を奪うことができるということで、一気にね、相手フィールド2体モンスターがいたとしても、2体ともね、こっちの場に、奪うことができるという、非常にね、相性がいいカード。それがエネミーコントローラーだと思います。すごく強い。
ということで仮面魔獣が攻撃 した後に、速攻魔法なんでエネミーコントローラー活用してアイテムモンスターを奪っていくっていうのも全然ね、できるんで一気に場を制圧することができます。はい、非常に優秀エネミーコントローラー。そして必須カードの3枚目はサイコエース。こいつです、こいつです、こいつです。サイコエース、サイキック族モンスターで星は2つ。モンスターゾーンのこのカードがリリースされた場合、フィールドのカード1枚対象として発動、そのカードを破壊することができるということで、もちろんねこの仮面魔獣モンスター一体を先ほどはね、蘇るでもいいんじゃないかっていうような話をしたんだが、サイコエースの方が名多いです。うん、サイコエース と四面獣とかを、リリースすることによってプラスね1枚相手のフィールドのカードを破壊することができるんで、本当に、サイコエースで一気に肩をつけるっていうところまで持っていけるのが非常に優秀なカードかなと思います。でこのカードね、このカードっていうかこのデッキはもっとねそのリリースに対してすごくね、強いモンスター、サクリボーも入れております。サクリボーはリリースされた時にデッキからね1枚ドローすることができる。でなおかつ墓地にいる時に、戦闘自分フィールドのモンスターが戦闘で破壊される場合にこのカードを、除外することによって一回ね耐えることができるっていう、破壊耐性もねさらにつくっていうようなカードですね。本当にねサクリボーも優秀だと思います。でさらにね、魔剣オクトロス、俺もほとんど全部言っとるな、ほとんど全部紹介しちゃってるけど、オクトロスも、悪魔族のレベル8モンスターを、リリースあリリ、サーチすることができるんですよ。フィールドから墓地を送られることによってサーチすることができるので、確定でこのデスガーディウスをね、サーチしていけるのは非常に優秀なモンスターかなと思います。さあということでヤグタウン毎日19時と20時に1日2本動画の方上げております。ぜひね、2本とも見ていただければと思います。そしてツイッターやっております、コメントも随時応募しておりますので、気軽に書き込んでいただければなと思います。さあということでこのデッキ、この動画少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。ということでヤグタウンでした。また19時20時動画を見てください。それではまたね。次回城之内シスデュエルスタンバイ。